林地共産党とは、第二次世界大戦以前の非合法政党時代の日本共産党史において、1932年10月に熱海で幹部が一斉検挙されて、以降、1935年3月に最後の中央委員だった袴田里美が検挙されて、党中央部が完全に消滅するまでの日本共産党を指す俗称。この時期の日本共産党は、 熱海事件による、党組織壊滅の打撃から立ち直ることができず、また獄中にあった元幹部の佐野学部、鍋山定地下の天候生命に始まる大量、天候により、党員数は減少の一途をたどった。また、非常時共産党壊滅の一員となった、警察スパイの中央部潜入が向上化し、彼らの密告で幹部が検挙されるたび、残存党員が中央部を再建するパターンが、 繰り返された。このため、この時期は、滝川事件など、国内の言論弾圧が、質的、量的に拡大していく状況であるにもかかわらず、もはや党としての活動を進めていくことは困難になっていた。さらに党内部では、スパイ的発のため互いに疑心暗鬼の状態になり、これが行き過ぎた、左門の発生につながった。最後の中央委員となった、袴田の検挙以後、 党中央部再建の動きはいくつかの地方組織により進められ、1940年半ば頃まで散発的に続けられた。しかしいずれも弾圧によって収束し、結局党組織は第二次世界大戦後の合法化に至るまで再建されることはなかった。1932年11月の熱海事件で党中央部が壊滅した後、検挙を免れた中央委員。 宮川虎尾が臨時中央部を組織したが、これも同年末の検挙により再び壊滅した。このため、翌1933年1月には、モスクワクートベガり議の山本正美によって、党中央部が再建され、病床にあった野呂英栄太郎のほか、谷口忠平、大泉金蔵が中央委員となり、さらに3月には、山下平次、三船留吉がこれに加わったが、 このうち大泉、三船は警察のスパイであった。この時期、共産党参加の大衆団体であった全能全会派及び日本労働組合全国協議会は共産党による誤った指導により当局の弾圧を招き、ほぼ活動停止になっていた。5月にはスパイの密告により、作家小林滝次が党内の連絡活動中に検挙され、 警察取り調べ中の拷問により死亡した。同月、当中央自体もスパイ参戦の手引きにより、山本、谷口、山下が検挙された。山本指導部の壊滅後、弾圧を免れていた、中央委員、野呂英栄太郎が委員長に就任し、スパイである、大泉金蔵と共に指導権を掌握、宮本賢治、泉茂雄、小畑達夫が、中央委員に補充された。 しかし6月には国中にあった元幹部の佐野学鍋山貞地下が、天皇声明、共同被告同士につぐる賞を出し、コミンテルンからの分離と、一国的社会主義の実現、中国軍閥及び、アメリカ資本主義に対する日本の戦争の支持、天皇制の承認を主張した。これに、同じく国中の風間城吉、三田村志郎、田中清春らが同調し、以後、 獄中にあった党員の大量転向が進んだ。党中央は佐野、鍋山の2名を除名したが、この流れを止めることはできなかった。11月には、スパイ大泉の手引きにより、野呂が警察に検挙され、翌1934年2月に獄中死した。野呂検挙後、中央委員の宮本賢治は大泉がスパイであることを知らないまま彼と共に党指導部を組織し、 中央委員に、袴田里美、秋笹昭之助を補充して、スパイ摘発を進めた。摘発は、大衆組織の党フラクションにも波及したため、党全体に疑心暗鬼の雰囲気が広がった。この結果、大泉及び同じく中央委員の小畑達夫が、スパイと疑われるようになり、12月、両名は、左門にかけられ、このうち小畑が左門の最中に死亡した。 これにより宮本は検挙された。宮本の検挙後、袴田里美、泉茂雄、秋笹正之助の残存中央委員は、党指導部を組織したが、ほどなくして、泉、ついで秋笹が、上記の臨時容疑で検挙されたため、1934年4月以降、中央委員は、袴田一名のみになり党中央部は、実質的に崩壊した。疑心暗鬼に駆られた袴田は、 スパイ的発のための前頭員の再登録を進め、逆に袴田をスパイとみなした多数派分派の離反を招いた。同年半ば頃には、党中央と支持組織である前共の中央の対立、構想が激化、前共自体もまた弾圧により壊滅した。1935年3月にはついに袴田自身が検挙され、党中央は壊滅した。の挙により、 党中央が壊滅した後、袴田指導部から離反した多数派も中心メンバーが検挙され、またコミンテルンから批判を受けたことで1935年9月には関西地方委員会による解散声明が出された。吉見光本和田434奥村秀松らからなる同委員会は翌10月頃には日本共産党中央再建準備会に移行し、 1936年12月まで活動した。続いて、偽装転校により出国した、カスマ・二郎に、現前後、竹中・常三サブロらを加えて、日本共産主義社団が結成され、滝川事件後に結成された学生グループ、兄弟・ケルンと結びつき党再建を目指し、野間広氏の小説、暗い絵の素材となった。 これ以外には、岡部隆長谷川博伊藤忠史らの、党再建準備委員会、春日ガ昭一らの、京浜地方党再建グループ、阪神地方党再建グループがあるが、いずれも、党中央再建に至る前段階で、メンバーが検挙され壊滅している。ありがとうございます。